はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第17章ですね、やっていきたいと思います。まあ、早々にもうギュンターも死んでますけれども、とりあえずですね、もともとフェリシアとは仲良かったんですけれども、カミラお姉様ももう結婚できるレベルまで来てるんで、ちょっと今回はカミラお姉様と結婚したいと思います。結婚しましょう、カミラ姉さん。ミカミックス、私とお風呂に入る決心はついた？まあ今までの話でちょっとお風呂に誘われてたんですね。どういう感じだよってあれですけど。カミラ姉さん、すまない、それはその、もう少し時間が欲しい。それって私たちが兄弟だから？周りの人におかしいって思われるから決心がつかないのよね。ああ、でも血は繋がってないんだからいいだろう。そう、ならもう大丈夫よ。私、いいことを思いついたの。いいこと？ええ、私たち結婚しましょう。私たちが夫婦になれば一緒にお風呂に入るのもおかしくないわ。いやいや、おかしい。兄弟が結婚するのがそもそもおかしいだろう。でも血はつながっていないわ、ただの一滴も。それはそうだが、私そのことがとても寂しかった。姉と呼ばれてもこんなにそばにいても所詮私たちは他人なのかなって。でも今はそのことに感謝してるわ。そのおかげで私たちは夫婦になれる。ね、姉さん、俺の話を聞いてくれ。いきなり夫婦だなんて言われても、その、ダメ？ダメなんじゃないかな。え、振るのかお前。そう、うふふ、私振られちゃったわね。覚悟はしていたけれど、やっぱり寂しいものね。泣かないでくれ、姉さん。だって私、あなたのことこんなに好きなのに。弟としてじゃなくて一人の男として。もうずっと前からあなたを初めて見た時から。え、好きなの？ミカミックス、誰よりも愛しているの。こんなにあなたを見つめてきて、こんなにあなたを思う人は他にいないわ。あなたがいつか他の女性を選んで私から離れていくなんて耐えられない。お願い、私と永遠に家族でいる約束をちょうだい。カミラ姉さん、ごめんなさい、さすがに引いちゃうわよね。殺されそうだな、断ったら。もしこんなこと言ったら、もう普通の兄弟にすら戻れないわ。あ、もしなんてなかったよ。でも、それでも私は、てんてんてん。いいぜ。いいぜってなんだよ。そんな言葉遣いだったっけ？え？いいぜ、カミラ姉さん。俺たち、結婚しよう。ミカミックス。姉さんは最初から周りの目なんか気にせず、俺を愛してくれてたんだな。誰になんて言われても、俺自身に拒絶されても、ずっと。強いな、すごく。そんな人他にいない。これからは俺が、今まであなたにもらった愛を返す番だ。ミカミックス、いいの？私を、あなたのお嫁さんにしてくれるの？その覚悟はできている。覚悟ってなんだよ。なんで結婚するのに覚悟が必要なんだよ。本当の大人なら、周りなんて気にせずに、自分の気持ちを貫くべきだったんだ。今のカミラ姉さんみたいに。俺はそんなあなたが好きだ。一人の女性として大好きだ。どうしよう。嬉しくて涙が止まらないわ。ええ、私も好き。私も大好きよ。ありがとう、ミカミックス。私たちこれからずっと一緒ね。ああ、戦争が終わったら、二人でいろんなところに行こう。あの、秘湯にも入って、一緒にお風呂に入ろう。男としてまだ頼りないかもしれないけど、これからもよろしく。もちろんよ、ミカミックス。今までもこれからもずっとあなたを見ているのは私だけなの。いやー、もしかしたらカミラ姉さん死ぬかもしれないからな。もう、あなたは本当に仕方のない子。これからはお姉ちゃんを、あなたの妻を困らせちゃダメよ。支援レベル S。 少しずつ絆を育んでいった2人はついに結ばれ、やがて2人は子を授かった。ここら辺は一緒かな、ピャクヤの時と一緒だね。ってことは次は子供の戦があるか。でもね、子供の戦の敵強かった気がするんだよな。白夜の時は多分もう少し、第20章は確実に過ぎてたんで、それでも苦戦した記憶があるからな。
まあいいや、とりあえずカミラお姉様と結婚しました。で、マイルームでイチャつけるのかな。もうイチャつけそうだな、これは。じゃあちょっとマイルームでイチャつきますか。一緒にすごく。すごく、じゃあ過ごす。あ、そうだ、ハートがいっぱいあるんだ、これ。で、フェリシアの時は、ちょっと3個目までしかあげられなかったんだよな。今だったら、全ハートいけんじゃないか。1話につき1個あげていけば。そんなにされると恥ずかしいわ。クソ、メーターの上がりがそんなに良くないな。お、ここら辺いいんじゃないか。優しくしてちょうだいね。女に優しくは俺のポリシーだからな。で、3個目までいくと何が起こったんだっけ。忘れちゃったな、もう。絆が深まった。目を閉じてくれるかしら。そう、いい子ね。かわいい唇だったわ。さてさて、では物語を進めていきますか。ちょっと時間を取られたな、やっぱり。あ、外伝あるな。カンナ、カンナは変わらないのか。17章、裏切りの幕末。白夜王国に入ったミカミックスは、暗夜王国に味方する風魔公国が連日襲撃を受けていることを知り、戦場となっている森の洞窟へ救援に向かった。なるほど。おお、主人公アクアと一緒に歩いてるけどいいのか、カミラ姉さん。桜の中を二人っきりで。二人っきりではないか。無事海を渡れたみたいだな。お待ちしておりました、ミカミックス様。あなたは。はい、私は風魔公国の皇后小太郎と申します。あなた方を歓迎するためお迎えに上がりました。風魔公国、アシュラの言っていた国か。え、我が国が何か。いや、少し聞いたことがあっただけだ。でも風魔公国は白夜王国の領内にあるんだろ。俺たち暗夜王国軍に味方して大丈夫なのか。ご心配には及びません。我が国は昔から暗夜王国と交友関係にございます。もともと有事の際にはあなた方暗夜王国にお味方するつもりでおりました。そうか、それは助かるな。では早速白夜王国王都に攻め入るための道を案内しましょう。さあ、こちらです。そんなすぐに案内できる道なの。こちらです、ミカミックス様。この街道が白夜王国に攻め入るために最も適した道でございます。ありがとう、小太郎さん。いいえ、本来ならば城にお招きしてゆっくり休んでいただきたいのですが、先を急ぐ旅とのことですので道案内のみとなり恐縮です。そんな、おかげでとても助かった。王国です、小太郎様。なんだ、取り乱して。ミカミックス様の御前だぞ。すみません。ですが至急の伝令がございまして、先ほど白夜王国の忍びが風魔公国内に侵入し、森の洞窟内で戦闘が起こっているとのことです。何、白夜王国の忍びだと。やつらなかなかに手強く、今いる兵だけでは戦闘が長引くかと。至急増援の手配を願います。分かった、もう下がっていい。今のは。はい、戦争が始まってからというもの、こうして頻繁に白夜王国の者が我が国に攻め入ってきているのです。我々は白夜王国に攻撃をしたことなどないというのに。それはもしかしてこの国が暗夜王国と友好関係にあるからか。おそらくそうでしょうね。ですが連日の襲撃により今の我々には手配できる兵が少ないのです。ミカミックス様、とても心苦しいのですが、あなた様方がお力を貸してくだされば心強いのですが。分かった、あなたたちが俺たちに味方しているせいで苦しい目に遭っているのなら、暗夜王国軍としてそれを助けるのは当然だろう。すぐにその洞窟に向かおう。
ありがとうございます。なんで洞窟なんてや、近くにあったか。こちらの白夜兵は全て戦闘不能にしたぞ、ミカミックス。つえ。ええ。私の方もなんとか片付いたわ。嘘でしょ、お前一人でどうやって片付けたんだよ。こっちも終わったよ。カミラお姉ちゃんとレオンお兄ちゃんが大活躍だったんだから、それはわかる。ありがとう。それはわかるけど、アクはどうやったんだマジで。それにしてもほとんど俺たちだけで片付けてしまったな。風魔公国の兵はこれほどまでに足りていないのか。父上に進言して警備兵をつけてもらうことも考えた方が。危ない。ミカビック様、うん、チャキーン。ミカミックス様を狙うとは卑怯な。いや、頭を潰すのは上等手段だぞ。あなたは、うん、鈴風、うん、兄さん。これも宿命か。双子同士というのは厄介なものだな。はい、本当に。引け鈴風、俺は風魔皇王に用がある。いや、そういうわけにはいきません。私は暗夜王国の兵として友好国の皇王を守る義務があります。何、お前本気で言っているのか。お前が敵側につこうと俺のことを殺しにかかろうと構わん。だがあいつに小太郎に従うことだけはこの才蔵が決して許さんぞ。え、どうしたんですか兄さん。お前は何も分かっていない。あの男小太郎が父上にした仕打ちを、あいつの卑怯なやり方を。今だってあいつはカゲロウを人質に白夜兵に降伏を求めているんだ。お前はそんな奴に味方をするのか。なんですって。来た。おやおや、ついに敵の親玉をおびき出されたのですか。さすがミカミックス様の部隊、素晴らしい実力をお持ちのようだ。小太郎さん、ああ私のことは気にせず続けてください。そやつを殺せばこの戦は決します。なあ小太郎さん、一つ聞きたいことがある。あなたはカゲロウという忍びを人質に白夜兵を降伏させようとしたのか。いいえ、とんでもない。あの忍びがデタラメを言っているだけですよ。とぼけるな卑怯者。お前だけはこの俺が殺してやる。兄さん落ち着いてください。ではあなたの言うことが真実で、あの忍びが嘘をついているというのなら、今から牢屋の中を見せてくれないか。一つずつ全部だ。牢の中をですか。もしあなたにやましいことがないのなら、この申し出を受けられるはずだな。暗夜王国に属する者として、あなたが正しいのだと俺たちに証明してくれ。ミカミックス様、拾われ後の法事風情が偉そうに。そうだ、私は人質を使って白夜兵を脅していた。でもそれが何だというのだ。あなたが暗夜王国側の人間なら、むしろ私を褒めていただきたい。自分の野望のために嘘をつき、人を貶めて何が悪い。こいつは完全に悪党だな。ああ私は約束したのだ、ガロン王と。暗夜王国がこの戦に勝利すれば、私は広大な領地を賜り、大国の王として君臨すると。それを邪魔するつもりなら、たとえ暗夜の王族とて容赦はしない。なるほど。だがその野望はここまでだ。私はお前のようなやり方は認めん。今ここで力ずくでもお前の態度を改めさせてやる。何？そうはさせんぞ。おお、兵が出てきた。この兵たちは、まさか風魔公国に兵がいないというのは嘘だったのか。お前たちは口封じのためにここで全員死んでもらう。ガロン王には王子たちは白夜王国軍との戦闘で死んだと伝えておこう。余計な詮索をしなければ長生きできたものを。お前たちもこの小太郎の野望のために散れ。みんな戦闘準備を。完全に三下のセリフだな。ドーピングっすね、ドーピング。出るやつらはラズワルドまでか。全然大丈夫だな。このメンツでいきますか。ヒットポイント、ヒットポイント守備。今回はもうめっちゃドーピングしていきますからね。前回死者が出てるんで、アイテム欄はとりあえず全部埋めてく。でヒットポイントはもう全員。あと基本守備なんだけど、まあ人によっては魔力を上げたり力上げたりっていう感じですかね。
ラズワルド、フランネルはないよね。 OK、 戦闘開始。スキル鍵開けを持つユニットは地形巻き菱のマイナス効果を受けません。また地形巻き菱の上に移動させることで罠解除を行うことができます。友軍の再造は積極的に罠解除を行います。どういうこと？敵衝撃か。巻き菱、うおーすげえ、ヒット 30% も減るのかよ。流脈があるな。流脈が洞窟内の道を塞いだり開いたりする。意味がわからん。あ、これ今あれか、進撃不能、待機不能。これがこれがどうなんの、モコってなんの。こっち開いてるよね今。ちょっと開けっぱなしにしとくか。じゃあ位置的に主人公は上に行くか。じゃあで、カミラお姉様もちょっと一緒に上に行って、ゼロは上に行くか。でどうなるんだ、ここがあの2つがモコってなる。マークスはちょっとこっちに行こう。でレオンもちょっとこっち行くか。ここ閉じてるな、開いた方がいいんじゃないかここ。いやいや、どうだ、開いとこう。流脈ちょっとよくわかんないとか使っとくのが一番だな。おお、でなるほどなるほど、これが進行不能になったな。エルフィーはどうしようかな。上からの壁役としていくか。モズメも上から行って、アクアが上、エリーゼが上の回復役、あとは全員右から行くか。こんな感じでいいかな。ラズワルドも右から行って、フェリシアも右と。 OK、 あいつは宝箱の方に向かっていったな。おお、巻き菱が消えた。こいつの危険予測のところで、ここら辺でいいか。で、モズメをサポートに入れつつ、アクアをここに置けば、再攻撃も可能。まあ、こいつ機動力がなかったんですよ、言えば。で、マークスを前線に出して、あとは、レオンもちょっと最前線に出すだろう。で、弓兵の、あとはちょっと進軍しつつって感じだな。こいつ何持ってるんだ？斧切りの刀。なるほどね。斧に対して強いってことか。もういいでしょう。うわー、フリーズしたか、これ。しまった、壁を貫通してきた。これよくあれだな、やられるな。こいつをまずぶっ倒すか。そうするとモズメで倒せる。4残んのか。主人公をここに置いて、まあ、ファイヤーを打っとく。ファイヤー、これ手裏剣はね、ガードしてもね能力下がっちゃうからね。さらばだ、レベルアップしろ。よしよしよし、モズメここで20にしたい。あと1、わざしか上がらん、寂しすぎる。でここが今あれか、いけないようになってんのか。これでここがモコってなる感じだな。こっちの流脈を使うか。そうすると一旦みんな中に入って、マークスここでいいかな。でレオンもとりあえずここに置いとこう。でフェリシアここに置いて、こいつちょっと危険だからこっちの方に行って、でこうで、アクアもいけるだけいっとくか。でカミラも一応主人公にくっつけておいて、エルフィーと
届かないか。アクア回復させたかったな。オッケー。おお、ミスった。危ねえ。きたー。力がくない。見てられんな。ミスった。痛い。このスキルみたいなのがちょっと愛しいな。で、とりあえずカミラ姉さんでここを開けるか。ちょっと待って、見とかないとな。ここが開くだろう。でここは閉じるだろう。うん、開けよう。はあ、敵いっぱいいるな、こうやって見ると。とりあえず当てといて、よし。うおー、下げられた。モズメを置いて、アクアでサイトをかけて、再びモズメで倒すと。主人公の攻撃が当たらないと倒せないな。よし、もう一回戦えばレベル20になるか。これで回復させよう。リライブだな。オーケーオーケー。これでリーゼいくつだ。19。こいつも転職すればな、攻撃も可能になると思うから。でこれこっちに置いとくか。これなんかまきびしがあるな。まずはパークスを進軍させよう。よし、倒せる。強えな、マジ。ジークフリート、当たれよ。よし、雑魚が。で弓で攻撃もできる。倒しとこう。俺は選ばれし闇の戦士。さすが中二病。相手にならねえな。なかなかかっこいいことを言うじゃないか。でレオンもこいつをぶっ倒す。ブリュンヒルデの力始めるぜ。思い知れ。全く厄介なやつだこいつは。すごいね、兄に向かってなんて慣れ慣れしい口の聞き方をするんだ。3残るな。こいつは倒せるな。テオノが当たればの話だけど。共に戦う。当たれ。よし、まあまあまあ、そう言わずに。これでこいつも攻撃ができそうだ。死ぬ。死にはしないけど、ちょっとラズワルドあれだな、起動がないな。うおー、でもリザイアで、でも5しか当たらないってことはいくつ回復するんだ。痛い痛い痛い。いってててててこれやばい、死ぬぞこれ。死なないか。あ、ビビる、マジビビる。あぶね、リザイアで回復してなかったら死んでたわ。超あぶね。お、魂が躍動する。これもう攻撃受けないよな。勘弁してよ本当に。しかも増援が出てきて右下とかすげえやべえことになってんだけど。こいつら何兵？カラクリ兵？ばあちゃんじゃん。カラクリ人形か。なるほどね。ちょっとよくわからんけど。よくわからんけど、アシュラでこいつを倒すか。くらい。ちょっと減ってきたな。てか、マジで、マジでやばい、こいつは。リライブ回復。おお、全開しないし。オーディーン全然ダメだ。こいつだな。ちょっと待って、ラズワルドでこいつを倒す。24倒せんだ。ありがとう。オーケーオーケー。ようやく17か。ん、魔力が全くないけど、まあ魔力は使わないからな。こいつらがこう下から来る感じか。
やっぱりそうするとここで迎え撃つか。このパターン最強だな多分。ここの部隊をどうしよう。全然倒せるな。流石だと残る。雇の神久々に使うか。剣全然上げてないからな。お出た。えらい通常費。勝負あったな。で射程2のやつ、射程2のやつはこいつか。こいつもレベル20に上げたい。信じてる。オッケー。あと2。こいつをぶっ倒せば、こいつをぶっ倒せばいけるか。でもネズミちゃんも上げたいからな。全然ダメだ。どうしようかな、その場合は。こいつを歌って、で、こいつを攻撃するとすっげえ減るな。いくつになる？まあいいか、攻撃しとこう。守ってみせる。せいや。おとなしく魔法書で攻撃しとけばよかったかな。で、こいつで倒せる。10の2か。超えない。オッケー。これでレベル20。こいつを次進化させよう。ま、下がられた。最後の最後に。で、リライブでとりあえず回復しとこう。あ、ここまきびしがあるじゃないか。レオンで、これ飛んでても多分ダメだよね。来たか。共に戦おう。えらい。さすがだね。このペアも超強いな。王族超強い。やっぱり下げられたけど、あれ攻撃してこない。一体何があった。ゼロでまきびしを解除、7解除。これで経験値はとにかくもらえないな。ほいほいと。モズメあと1なんとかしてあげたいけどな。主人公置いといて。減ってるやついるか。フリーズフリーズはねもったいないんですよ。まあとりあえずダークマージ。いやー、やっぱ安全を取ってこいつだな。異常だよ、ジークフリートの強さ。よし、人形ごときでこの俺を止められると思うな、マジで。回復させとこう。リライブ。メイトちゃんレベルアップ。やりました。守備 8？ こいつ守備8しかないのクソ弱え。マジかよ。ストラテジスト守備が異常に弱いことが発覚した。前線に出せねえなこいつ。マジか。前線に出すキャラじゃないのか。ストラテジストもう全部覚えたかな。メイドに戻そうかな。そしたらピューン。あって、これがうざい。サポートしてやる。いてててて。9。おクリティカルが出た。俺の知らないところで戦闘が起こっている。ダークナイト守備しか上がらない。これはやっぱりランダムなのかな。サイゾウ、サイゾウってさ死んでもいい人だよね。うお強え。ここめっちゃ詰まってんだけど。サイゾウに横取りされた。まあしょうがない。こいつは常人いけねえし。こっちどういうことだ。
モズメ攻撃しろ、攻めて。一回こいつでファイヤーを使って、常人ってあれかな、魔法防御めっちゃ高えな、硬い。その代わり通常の防御がちょっと弱いかな、やっぱりモズメで14当たる。オッケー、最後はちょっとしか強くなんなかったな。さてどうする、これ龍脈使うとどうなる、ここか、あそこは完全に閉じるな。まあいいや、1体ずつ確実に撃破していこう。これこっちにしよう。ほい、もう終わりか。歯ごたえがなさすぎるな。何、ブリューヒルデじゃ倒せない。てかなんでオーディーンなんだ。夏祭りを使ってレオンを回復させるか。ちょっと時間がかかりそうだけどしょうがない。これはここに行ってモズメを、どうしようかな、こいつを盾にしよう。でアクアここに置いて、エルフィー、エルフィーの防御力ならこいつちょっかい出して大丈夫じゃね。かい、無駄無駄、この鉄壁のガードの前には。カミラ姉さん、こいつ弓だよな、弓じゃなかった、超弓に見えんだけど、サンダーじゃなくて斧だな。斧レベルもちょっと上げとかないと。おい、痛かったかしら。6レベル。結婚したてで死ぬとかマジ勘弁だよ。でゼロで宝箱を開けて、こいつここでいいや。主人公を回復させてちょっとでも経験値を稼いどくか。敵将どこにいるの、ここか。右下にも宝箱あるな、あれ取りに行きてえけど遠いな。からくり人形って何、攻撃してこないんだけど、どういうことだ。とりあえずゼロで宝箱は開けろ。5000円。モズメはもういいから、うわー、あいつはどう狙ってくる。これ何なんだ、カラクリ病みたいな。もうこのペアでいくぞ、このペアで。オノアッパーオノ、でここの龍脈使えばこの2つが開くな。ここが閉じるけど、まあいいや。マジでわからん、どうすればいい。とりあえずこいつはぶっ倒しとく。ジークフリートの刀のサビにしてくれる。96か、異常だ、まさに異常だ。このパターンしか見てないな、この戦い。いや、この先ただ進めるのは危険だよ、やっぱり。ここはもうこいつらで盾になってもらうしかないよ。その間にゼロが宝箱を開けに行くか。これも血の差だね。ほいほいと。いてててててて、これがちょっとな、なんとも厄介だな。ゼロを動かして、サイドをかけて、
あれ、ここって行ける？行けないー。これは封印を解くか。てか上から行けばいいんじゃね。一応、うわ、こいつあれだ。やばい武器持ってるやつだ。アーマーキラー。モズメはもうな、はっきり言って使う必要ないかな、この戦いでは。こいつも回復させたいな。リライブダメだ。減ってないと回復ができない。こいつらは一体一体排除していくか、ジークフリートによって。もっと楽しませよ。よし、レベルアップ。一ターンで2体ずつ。おお、上がった上がった。守り手サポート。くらえ、ブルーンヒルで。そこそこ経験値上がるからな。で、リライブで回復させよう。こいつここに置いて攻撃してきそう、あいつ。まあいいか。今春で回復した。どっちだ。でこいつらマジもうやることねえ。このブリューヒルでの反撃でね、返せないっていうのが。かわされてるし、いいって。なんであいつ反撃してこないんだ、じゃなくて攻撃してこないんだ。だいぶ減ったなこっち。覚悟はいい。おれ、もう終わりか。ってことはだよ、こいつ引けねえし。あ、そうか、こいつはここにいるからだ。君はブリューヒルでのサビにしてくれる。どうってことない、ね、いい叫び声してるじゃないか。リライブで回復しよう。こいつまずゼロで巻き飯解除だな。やっぱりこれはやっとこう。でこいつ危険だから2位残るのか。しかも 78% って。ここなら反撃を食らわない。回避率高いな。 OK。 モズメ、モズメを何でも動かしてもな。だったら主人公を動かそう。ここに持ってきて歌うで、いけないけどしょうがない。アーマーナイトはちょっと進んで、もうやることがない。勇気狙ってきたか。俺は本気だ。いたたたたたた。うわ、サイゾウに取られた。サイゾウに経験取られた。当然だ。こいつ風魔殺しちゃうんじゃないか。まあいいや、回復させよう。とりあえず主人公は動かしておいて、ちょっとあんまりあれだな、危険予測しとかないと。いきなり突っ込んできて殺されるからな。リライブ。で、ゼロはこっちの方だな。もう、ここは食らわないでしょ、さすがに。ギリギリだな。マークス、ちょっとここに置いて。で、レオン、こっちに置いて。で、フェリシア、いつでも回復できる位置に行って。こいつらはちょっと詰まってる。ちょっとずつ進んでいく感じで。で、カミラ姉さん、ちょっとこっちの方にいて。モズメもちょっと進んで、こいつ全然進めねえな。よし、レベルアップ20レベル。 OK。 来たか。これ倒せるな。くらえ。へえ、すごいね。これで
5レベル、5レベルになると確かなんか覚えるんだよね。魔力封じ、おお、サイズは大丈夫かお前、めっちゃ突出してるけど。こいつを倒そう。オーケー、国のためだ。ここはもうこいつで殲滅できんな。ゼロを、じゃあ下に派遣するか。どうだ、リザイア、もうからくり人形マジ何なんだ。ちょっとよく分からんけど、まあ、レベルを上げたいからアドベンチャラーは大丈夫。エルカ18か、今回じゃ無理だな。できればエリーゼも20に上げたいけどな。こっからの攻撃でどう、流石とかどう、強いけどな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。下からは来れないのか。ってことは2体相手するだけで大丈夫だ。せいやー。で、こいつらここに置いて、まあ、ヒットポイントが減ってきたら回復させる方向で、これで、斧にしよう。斧って今いくつ、またいいじゃないかな。すげえ、あいついいスキルを持ってるよな。周囲にダメージだからな。あ、来た、攻撃してきた。お、何攻撃してくんの。おおおおおお、怖い。だが回復する。おお、下げられた。痛い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 。もうおしまい。カミラは7、結構上がってんなこいつ。上級職だもんな。増加、やばい、増援が来てる。宝箱を取ったら相当に敵将を打ち取らなくて、超強い、サイズをマジで異常なんだけどこの強さ。マークスでちょっとここは壁になろう。おい、ほいっと。決死だか。で、ゼロがここにいて、ダークマージ。潰してやるよ。せい。っていうかこの下負けびし地帯だったな。来るの待つか、あんまり行ってもしょうがないしね。で、こいつここに応援、あいつも倒したいしな。レオンだな。ちょっとでも経験値を稼ぎつつ、主人公どうしよう。ここにこいつ動くの、動かないね。主人公ここに置いて、レベル上げたいこいつをここに置くか。で、ここに置いて、回復できるような陣形にして、OK。あいたたたたた。うおー、重ねたー。ブギビーに上がった。怖い怖い怖い、こいつの。行動パターンが怖い。綺麗な動きだったよ。そうか、不気味な動きだっただろう、どう考えても。いや、ショックだった。上から敵が来るな。お、いい感じに減らしてくれたぞ、サイゾーが。よしよしよし、いけなーい。アイテムを取ろう。
大変だなこれ。やったマスタープリーフ。そうするとベルカできるか。俺は選ばれし闇の戦士、俺の獲物だ。でこれでオーディンでとどめを刺せば獲物が来た。くない。またやってしまったか。この右腕がうずく。回復回復回復しないとまずい。でラズワルド殺せないか。あ間違えた、防刃を敷いてしまった。まあしょうがない、敷いてしまったものはしょうがない。覚悟しよう。くらえ。もっと楽しませよ。でレイホンちょっとここに置いとこう。さあ主人公の出番かな。そうすると流石、久々に流石使うか。変身。くらえ。無駄だな。これでこよし死ぬ。超やばいんだけど、こいつの射程に入ることはダメだ、許されない。サンダー 55% しかないな。斧で 65% か。当たってくれよ。よし。かわいそうに。爆炎手裏剣ってことは魔力の高いやつでいかないとダメ。マジかよ。こいつを倒して経験値でも稼いでるか。主人公に任せるしかないな。あいつは誰も減ってねえしな。これでいい。やばい、後陣に入ってきた。うわ、痛い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 、やばいよやばいよ。あいたたたたたたた、さらに食らっちゃったよ。なかなかの長期戦だなここ。エリーゼ回復、エリーゼ回復。え、こいつあれ射程に 入っちゃうじゃねえかよ。どうするどうするどうする。まずこいつでぶっ倒す。ファイヤー、おい、OK。これでいいんだ。これで主人公何レベル、ようやく5か。何を覚えるんだ。竜呪い、なんだそれ。倒せないっちゃ倒せないけどいいや。おお、クリティカル出た、倒した。この程度なんだ。こいつ攻撃できるな。僕も戦うよ。かされた。アクアアクア。84%。 あ、てかなんでアクアが攻撃に入るんだ。まあいいか。爆発が違うぜ。この対処マジでやばいな。あんまり食らわないけどこっちも与えられない。まあしょうがない。てか自分の攻撃じゃ当たんねえんだけど。暗い、これで当てていくしかない。ちょびちょび戦法勝てる、押し切れんなこれは。暗い、痛い。で回復。でこいついけんな、倒そう。
毛を乗って変なもん装備してんな。19レベル。おお、いっぱい買った。でこいつは無理だから、ちょっと逃げよう。逃げて回復すげえ、めっちゃ回復するな。よし、マックスになった。うおー、ヒットポイントを回復してきた。マジかよ、どういうことだ。やばい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 、これ当たる？ブシュって当たんねえ。自分から攻撃しないとダメだ、発動しないスキルが。よし、礼を言っておくよ。アシュラのレベルが上がった。ちょ、マジで考えないと。いって、カミラ姉さんマジやばいなこれ。さてさてさて、ちょっと戻るか、カミラはマジで。でリライブって主人公どうなのこれ。うわ死ぬ、ダメだ、マジでどうしよう。ちょっとほんと困ったぞこれ。マックス連れてくるか。アクアアクアアクア、防御力、魔法防御の高さゼロか。思い浮かぶ中でいくとこいつも魔法防御は高そうだな。ちょっと本当にやばい、正直やばい。完全に隠されるこれ。え、玉座ヒットポイント20回復持ってるからか、そういうことか。でこいつの7でちょびちょび当てていくしかないんだよ。準備はいいか。こいつ当たんなかったとしてもラッキーラッキー、このこれで与えていくしかない。マークスどう？うわ厳しいわこれ、マジかよ。ここに来てかなりやばいな。死亡者は出したくないからな。7回復、風魔広告高校太郎、お前に聞きたいことがある。誰だ貴様。俺は5代目才蔵、薬屋王国に代々仕えるものだ。ああなるほど、あの老いた上人の息子か。やはり知っているのだな父よ。昔この国に来てそのまま帰ることのなかった俺の父のことを。あの孤爵な上人はこの私の野望に感づいていたようでな。同じ忍びとしてそのような真似はするなと説得をしに来た。だからその場で始末してやった。やはりお前が知らぬ存ぜぬで通す算段だったが、息子には感づかれていたか。親子揃って勘だけはいいようだな。ただ腕が伴っていなければ全く無意味だが、弱かったというのか俺の父が。弱かったぞやつは、弱すぎて弱すぎて、この私に指一本触れることできずに地獄に落ちて生きよったわ。許さんぞ貴様だけは、父の敵撃ってみせる。お前じゃ無理だ、どう考えても無理だ。一体与えるかダメージ、与えられない。お、今回当たった。グオー、何かが発動した。なんていいんだ。頼むカミラお姉様、もうあなただけが頼りです。いやー強かったっていうか倒せねえし、ふざけんなよ。何なんだよーマークス。とりあえず最悪生き残れるけどな。主人公死ぬんだっけ。外れたら 100% だったらいいけどさ。あ残るな 80%。 まあ当たったら普通にもう考えて。ふざけんな全くこいつ。そんな私の野望が
私の風魔王国が。いや強かったよ、本当に強かったこいつ。終わったか。これで父上の仇を取ることができた。兄さん、私は何も知りませんでした。父上はただ風魔公国で戦死されたのだとずっとそう思っていました。でも違ったんですね。父上はあいつに殺され、その死の真相を隠された。俺は長い時間をかけてそのことを突き止めたんだ。この戦に負ければ俺たちも同じように真実を隠されただろう。はい、もしかしたら今までにもそのような方がたくさんいたのかもしれませんね。そうだな。二人とも地下牢にカゲロウがいたぞ。うん、本当か。サイゾウ無事だったか。カゲロウ、さあ急いで龍馬様の元に戻るぞ。かたじけない。ミカミックス様たちと手を組んで助けに来てくれたのだな。いや、あいつらとはここで会っただけだ。あいつらが小太郎に加担し、俺たち白夜兵と交戦していたところでたまたま出会ってしまっただけに過ぎん。しかしなぜあの時お前たちは白夜兵の命を奪わなかった。まさか暗夜軍が兵の除名をするとはな。おい、ミカミックス、お前たちのおかげでカゲロウや白夜兵は助かり、父上の仇も討てた。そのことについては礼を言おう。だが次に会う時は正真正銘敵同士だ。その時は遠慮なくその首を取らせてもらおう。ああ、分かっている才蔵。俺も次にお前と会った時は容赦などしない。相変わらず撤退とか早いよな。ミカミックス様、鈴風、俺のそばに着いたばかりに辛い思いをさせてしまって。いや、てか鈴風が望んでついてきたんだろう。才蔵、かげろう、それから今日倒してしまった白夜王国の忍びたちも、もし俺が違う道を選んでいたら一緒に戦えたのかもしれないな。そうですね。ですがそれが必ずしも正しい道とは限りません。白夜王国も暗夜王国もそれぞれの正義のために戦っているんですから。そのことはみんな分かっているはずです。兄さんだってきっと。ああ、ありがとう鈴風。そうだ、ミカミックス様、こちらを。先ほど兄が残していったものです。小太郎との戦いで兄が生き残ったのはミカミックス様のご助力によるもの。この品はその返礼、そして次に会うときは一切のためらいなく戦うという意思表示でしょう。なんかくれんの？ハヤテの羽、いいね。はい、ということでちょっと戦闘が長引いてしまって小太郎もかなり苦戦しましたけれども、まあ、戦死者を出すことなく17章を終えることができましたので、今回はこれで終了したいと思います。